LPGA 女子ゴルフツアー第5戦、バンクオブホープファウンダーズカップは2日目を迎えました。日本勢6選手が決勝ラウンド進出を目指します。初日首位と2打差の6アンダースタートの宮里藍、11番パー5サードショット。スコアを伸ばせません。カットラインに1打届かず予選落ちとなりました。全然パットが昨日と打って変わって全くチャンスを生かせなかったので、2番ホールで短いパットが外れたのがちょっと流れを切らした原因かなと思います。野村春京4番パーパット、このロングパットを沈めナイスパーセーブ。6番ティーショット、これも決めてこの日スコアを4つ伸ばし8アンダー30位タイでホールアウトしました。10番スタートの横峯さくら、4つスコアを伸ばして迎えた最終ホールのセカンドショット。バーディーとはいきませんがトータル6アンダー54位タイの位置につけています。初日133位タイと出遅れた畑岡奈紗でしたが、8番パー4セカンドショット、見事チップインイーグル。波に乗りたいところですが16番バーディーパット、スコアを伸ばせずトータル3オーバー予選落ちとなりました。日本人選手の結果はご覧の通りです。野村春京が日本人トップ、5アンダーがカットラインとなり4選手が決勝ラウンド進出。決勝ラウンドも生中継でお届けする LPGA 第5戦、熱い戦いをぜひご覧ください。